ピコカンピコーン、ホロライブ3期生のうさだ、あ、違う、ホロライブ3期生1位ずのうさだピコーラピコーンとアーモンドアーモン、書いたものを赤いボールに当ててください。じゃあかわいいのうさぎでも書いてやるピコか。ほら、え、楽勝やん。こんなん子供がやるやつじゃないの。全然難くないぞこれ。あれか、ボールを出せ。簡単や。あ、待って、意外とむずいかも。あ、分かった、こういうのはだいたい、こうしてここにね、シーソーなのよ。んーね、違うね。あ、わかった。こういうのはだいたいこう、こういう時はだいたいここよ。ペコラさん、違うよ。あんたたちよ、今ペコラを試したの。こう。違うよね。だってここ四角を置けばいいんだもん。四角を置いて、そうしたらこっちにも置けば、難しいの。あ、わかった。んでわにゃんで、かまってかまってほしいの。よし、じゃあみんなボールを出せ。5問やってこう。切り抜きさん、ここからお願いしますね。さっきのやめてくださいね。あ、わかった。おい、こんな溜まないでここに手を置けばええ話やん。なんで手で行える、こういうさ。あ、分かった。こういうのって上から落としたら勢いが増すんじゃなかったっけ。ほら、なんでこいつうざい。ねえ、もうちょい大きくしてみるか。はい、お願いお願い。やったべここういうこと。ボールを5つ以上お皿に入れろ。お皿でこっち、これか。自分でボールを作る。え、天才やん。いい。あ、え、天才じゃん。それ天才だってさ、なけりゃ作ればいい話やん。確かに。いいか、2個、3個、はい、4個、はい、ドゥイッツ。あれ、なんか偽物はダメみたい、みんな。おい、まがいものと思われてるぞ、これ。手でつかめはいいじゃん、こんなんボール5つ欲しいなら。なんでいちいちこんな。こんぐらいだな。